党を出て、新たな政権政党を作ると、この決意で、立ち上がりたいと。党を出て、新たな政権政党を作ると、この決意で、立ち上がりたいというふうに考えております。で、今日はその決意をですね、二世会の皆様に申し上げました。ただ私もですね、地元で多くの皆さんにお支えをいただいてますので、その皆さんにしっかり私の思いをお伝えをした上で、最終的に決断をし、改めて皆さんにお示しをしたいというふうに思っております。都民ファーストとの会との連携なども取り沙汰されていますけれども、それについてはいかがでしょうか。先ほど申し上げた通りですね、政権交代可能な政党をしっかりと作っていくというのが、私の思いです。で、それに、賛同していただける方が誰なのかということについては、それはいろんな可能性を探っていきたいというふうに思っています。